フリートーク。フリートークで。で。で話そうよ。トークに話そうは含まれてるけど。頭痛が痛い。ということで、最近ちょっとあの企画しすぎてたなって思って。うん、企画だらけやった。企画だらけじゃないですか。うん、なんでたまにはちょっとフリーに話してえなって、うん。うん、企画にまみれたクソ汚い頭をフリートークで流そうよっていう。そこまで言ってないけど。間違かった。そこまで言ってないけど、まあそういうこと。おう、なんで、うん、なんか面白いことありました。クソ司会者が出た。クソ司会者出たわ。まあまあそれは嘘嘘。年末年始何してた？年末年始はね、結構、うん、年末はゴロゴロが多かったかな。でもゴロゴロして、うん、で毎年さ、あのワインを絶対飲むんよね。12月31日は。あ、そうなんだ。夜に。そうそう。うん、でそれに合うチーズケーキを探しにイオンに出かけた。うん、おー、いいね。そうそう。あった？あった。ああ、よかったね。うん。いや、だって フリートークってそういうもんだから。フリートークでこういうもんだから。別にオチがなきゃいけないとか、うん、そういうことじゃなんでないからね。そう。なんか、二人とも、あれみたいな空気が流れたけど。違うよ。これがフリーだ。フリートークってこういうことだから。そう。君はなんかしたの？僕は、年末年始、うん、君と二日の日に、まあ、遊び行ったじゃないですか。うん。ちょっと軽い紙面会しに行ったじゃないですか。初売りみたい。そうね。それ以外はパルデア地方にいた記憶しかないですね。3次元に2次元の2次元の、うん、次元を間違えた、まあ、ある種僕にとっては3次元と変わりないですけど。あ、そうね。まあ、ポケットモンスタースカーレット。ちょっと次元が混合しでした。ずっとやってましたね。延々とシャリタツを孵化させまくってましたね。シャリタツって誰？シャリタツっていう寿司みたいなポケモンがいるんですけど、それを延々とあの色違い狙って孵化させてましたね。産ませまくったんだ。はい、産ませまくってますね。最低だ。いまだに産ませまくってますね。色違いが、うん、3種類いるんですよ、うん、なんでそのうちの1種類だけ出て、うん、残りの2種類を求めて、うん、今もずっと、うん、あのエリアゼロっていうエリア、あ、ゼロゲートか、ゼロゲートっていうところで、うん、延々と卵を産ませては、うん、走り回って産ませては逃がしてます、うん、え、何を求めてるの？あのゴーブイみたいなやつ？いや、色違い。色違い。そう。あ、色違い生まれるんだ。生まれるんだよ。へ、生まれるんだけど、うん、ものすごく根気がいる。それなんか出会っうのと産ませるのでどっちが早いとかある？スカーレットにおいては大量発生っていうシステムがあるんで、うん、その大量発生の時に、うん、君に全然わかんない用語でも話しちゃうと、うん、あのキラキラパワーっていうのを持つサンドイッチを食べると、うん、あのかなりの確率で出会えるね、うん、でもその大量発生っていうのはポケモンごとにランダムで起きるから、うん、自分の狙ったポケモンが必ずしもその大量発生にとして出るとは限らないから、うんうん、狙ったやつを確実に欲しいならその負荷厳選した方が、うん、まあいいかなっていう。おー、でもだいぶ、まあ、楽しいは楽しいけど飽きるよね。あれ孵化するのってさ、飽きるというか、うん、あのもう僕最近はね、うん、画面見てないね。あ、もう違うことをしながら孤独のグルメ見ながら、うん、ずっと手元だけキャラクターをぐるぐる同じ場所走らせてるね。あ、くしゃみです。僕一瞬そういうボケとかかなって思ったら本当にただのくしゃみだった。もうガチでくしゃみ出そうやった今。出そうやったとか出たわ。くしゃみ出そうの時、別にくしゃみ出そうって言わなくていい。くしゃみ出そう。勝手にやれ。勝手にやれ。君んちなんだから。あ、そっか、オレンジか。そうだよ。じゃあしまくるわ。別にしまくる必要もないけど。ああ話飛んだわ全部。全部話飛んだ。孤独グルメ見ながら、そう、孤独のグルメ見ながら孤独に孵化して、孤独に孵化して、うん、何やってんだろう僕っつって悲しい。ふと我に返って、ふとたまに我に返る瞬間もあるよね、うん、その時は一旦ポケモン閉じて、うん、テトリス99をやるね。ああ、テトリス99、うん、
新しいやつ？いやだいぶ前からあるの。へえ。99人でテトリスやって最後の一人が勝ちっていう。それ画面めちゃくちゃあるみたいな感じで。そう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 。ええー、見えないんじゃないもんそれ。いや自分のだけでっかく映ってる、ね。あそういうこと？そう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 。で自分がワンレーンとか消すごとに、うん、他の人のところにあのぷよぷよでいうお邪魔ぷよみたいなやつが下からせり上がってくるんだよ。うんうんうん、あーあるね。だからそれでどんどん相手を潰していくみたいな。最高ランキング2です。なんかやりまくるよねそういうの。いや落ちゲー好きなんだよ僕。テトリスとか、うん、あのぷよぷよとか、うん、あとヨッシーの卵とか、ドクターマリオとかね。うん、やり込んじゃうんだよね好きで。懐かしい。ドクマリね。でもこの中だと僕やっぱテトリスが一番馴染み深いかな。あそうなんだ。スマホとかでもたまに延々とやってるし。うん、やっぱテトリスとかみんな作れるんだよアプリ、うんうん。無料で。だからそれで簡単にできるからさ練習が意外と面白いよねああいうのやり始めたら止まんなくなるっていう結構やりちゃうもんねずっとでしかもさテトリス99とかさ、うん、対戦結局対戦だから、うん、余計にのめり込んじゃうっていう、うんうんうん、そうもっと勝ちたい勝ちたいってなってさそう、うん、1位が取れないんだよどんだけ頑張っても2位まではいくの、うん2位まで行くんだけど1位がもう強えのなんの同じプレイヤーいや違うのじゃないってでもやっぱ1位に残るぐらいの人だからうめんだよあそう2位は意外と運でも残れる、うん、頑張れば、うんうん、1位になってくると本当にもう消し方、うん、消すタイミングまで測んなきゃいけないから計算され尽くしてるんだねそうそうただ消してりゃいいってわけじゃねえからさ、うんそこなんだよね僕がそこまでちょっと頭回せないからさうん、なんかあれって一回一回消すよりさ何個かガッと消した方が良かった、ね、そう4列4列、うん、テトリスってテトリス、ね、テトリスがそもそもその4列同時に消すのを言うんだようんテトリスって言ってテトリスそうでそれにも飽きたら、うん、あの延々とそのスイッチって、うん、スイッチオンラインっていう月300円ぐらいのやつ入ったら、うん、あのファミコンとスーパーファミコンのソフトやり放題なんだよ、スイッチでうんだからそれでなんかいろいろ遊んでるはあ、それ何かいろいろやっちゃいそうだなめっちゃいろいろゼルダとかもあるしあー懐かしいスーパーマリオシリーズ初期のやつだいぶあるしうん画質いいもんねそう、うん、画質いいし、うん、でもヨッシーの卵しかしない基本ヨッシーの卵とぷよぷよ2しかしない、うん、あでそれやったらポケモン戻ってポケモンに戻ってまた負荷やって、うん、我に帰るって我に帰る俺何やってんだろう何やってんだろうって言ってルナシーなルナシールナシーななんでなんでいきなり深夜とか出てくるびっくりした急にローズイヤーって流れてきたからバイバーンなやっぱトリガーもうみんなドラムをねいっぱい回りながら虚しいな虚しいなあ虚しいなね虚しいね急に虚しい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 ああそう私はもう太宰府に出かけたねもういいねそう太宰府天満宮に出かけた何したの太宰府でうんなんかお参りした。何願ったん？世界平和そう世界平和本来あれって本来一つよね願うのっていや僕行ったら 4,50 個願うけどなんどんぐらい椅子割るんそれえめっちゃ椅子割らない3分ぐらい邪魔クソ邪魔じゃんいや僕が行くようなシーズンって基本誰もいないからあ僕わけわからんシーズンに神社行くからあ夏真っ盛りとかにああいやでもまあいいんじゃないそう願いたい時が僕の正月なんで、うん、かっこいいかっこいいやろ、うん、いやでも本来一つじゃん大体まあまあまあそうだねだけど俺とっさに考えてなかったき、うん、もう 2,3 個ガッといってしまったよねまあいいんじゃない 2,3 個ぐらいだったら神様はこいつ欲張りやけどまあええかぐらいで流してくれる、うん、優しい僕みたいにシーズンオフの時に 4,50 個願いつく人、うん、あめんどくさいめんどくさいめんどくさいもんっつって言われると思うけど全部破棄やる今シーズンオフなんだっ て, つって、うん、黙れ帰れ休暇取らしてっつって言われると思う金返すからさいきなり再生箱からチャリンって戻ってくるんでしょ怖い怖いもんクソ人多かったやっぱりおみくじ引いたおみくじ引いた何吉やった大吉やった大吉やん大吉、うん、
なんて書いてあったの？お前死ぬぜって書いてあったなんで大吉なんだよそれがなんかいろいろ書いてあった。え、特になんか印象深いなんかいいことなんやった？え、忘れた。忘れたみたい普通に忘れた。赤映画よ大吉を引いたってその満足感だけでそうそうそう、忘れた写真撮っとけ、写真を写真一応ね、現物は置いてあるよ。あ、そうなんだ。持って帰ってきた。持ってきてよ。やだ、はい、めんどくさいわかりました。僕もな、おみくじ引きたいな。うん、引いてないんだ。全然引き引いてない。いや、去年もね、あの6月頃に引いて大吉やったなっつって。おー、まあ去年1年全然大吉じゃなかったけどそうなんだ、うん、後役が仕事しすぎたね。翻訳よりひどかったね。そうなんだ。後役の方が、普通翻訳が一番ひどいんじゃないの、後役として。でも俺正直その役とか信じてないもん、ね、話終わったそう、私は信じてはいない。結構信じるタイプ、そういうと。いや、なんか信じてなかったとしても、うん、厄年の期間中に悪いこと起きたら、うん、もうそう思うじゃん、やっぱ頭があるから。あ、結びつけてみたいな、ね、前提条件の頭があるから、うん、てか厄年もこれから明けたじゃん、うん、これから悪いことが起きた時、うん、僕寄りすがるところがないから、うん、死ぬかもしれない。あ、なるほど。もういいことないわ僕の人生っつって。もう俺意味ねえわ。そう、うん、君に急に衣装送るかもしれない。やめてほしい。でも激おものやつ送るかもしれない。うん、でもさ、人生って普通にそうじゃない。いいことあって悪いことある。波は絶対来るじゃん。いやいや、もうええことだけがいい。そりゃ欲張りよ。そりゃ無理よ。人間である上で。いいことだけでいいもん。もうそりゃ無理よ。で、波は普通あるもんなんだよ。別に役が抜けたからってあるし、役中でもいいことある。役中？役中。ちげえ、そっちじゃねえ。いや、役中は基本波下側ばっかりじゃない？翻訳中。ああ、期間中ね。期間中。役年期間中、ね。そういうことね。役中。役中、略すな、略すな。そう、そんな時でもなんかいいことはあるしさ。うん。うん、そういうもんよ、別に。そっか。そうそうそう。まあ別にね、役、また言おうた。役中。役の。役中になればいいのか。うん、そうそう。頭パッパラパッパラ。いいことも悪いこともな、わけのわからんもんなって。もうアメリカとか行っちゃえ、もう。本場から買っちゃえ。でも僕海外の方が気風合っとるかもしらんな、意外と。あ、そうなの。ほら、日本っぽくなくない、僕のそのなんていうの、精神性というかメンタル性というか、なんかこう生きたいみたいな僕の理想の感じって。ああ、アメリカがよくわからん、わからんわ。なんかこう日本ってさ、うん、真面目やん基本。ああ、真面目。日本人真面目やん。真面目やね。僕真面目に生きたくないもん。真面目はつらいよ。ゾロリがいい、ゾロリ。ゾロリ。僕ゾロリになりたい。解決ゾロリ。真面目に不真面目っつって。ああ。イシシとノシシね。そう、イシシとノシシ連れて。うん、あ、ちょうど君イシシで、やだ、あともう一人な、共通で仲いいのあいつノシシにしたい。やだ。俺離反するわ。しないでよ、うん、離反しないでよ。リシシになるわ。リシシってなめっちゃリシ取りそうやん。あ、仲間なるか悪い。すっげえリシ取りそう。リシ 50% ぐらい取ろうかな。トイチネっつって。めちゃくそ取る。なるほどな。何がなるほどなかは知らんけど。俺リシシだわ。じゃリシシね。オッケーオッケー。そうだな。何がオッケーな。今年どんな1年にしたい。今年は個人としてもリミックスとしても。今年か、個人としては、個人としてはそうだな、貯金玉。なんて？貯金玉の年。貯金玉？貯金の年。ああ、そういうことね。そうそう。結構散財したのっけね。散財なんかした感じがする、年末に向かって。ああね、うん。でも年始でいきなり散財したよね君。ね、初売りでだいぶ散財してたよね。あれはまだね。
まだあ、まあね、まだ、うん、あの松の内だったからね。そうそう、もう新年だからしょうがない。そう、うん、新年テンションね、深夜テンションならね。そうそうそう、これからよ。僕はね、個人としてはね、うん、そうだな、就活かな。就活かな、あの終わる方のね。あ、死ぬそうそう、就職の就活じゃなくて、うん、終わる方の就活。墓はどこに建てる？墓は青山霊に建てようかな。超遠いけど遠いなてか墓建てれるんか。墓めっちゃ高いよね。墓高い、うん、墓高い。じゃあ俺埋めるわ、直に。直に土葬したるわ。ベネチアの海に散骨して遠いそこら辺の川でいい。最悪や最悪おい、おい、巻いたぞ博多湾に。博多湾に全然ベネチアちゃうやん、ここっつって。博多湾に沈めた枕元に立つぞ、もうベネチアちゃうやん今日お前っつって。間違ったら下水道とかに行っちゃう。ヤクザに沈められた人いっぱいおるやんけっつっていいやん、よくないわ。友達いやや、友達100人できるかな。いやや、死んだ後に友達100人も作りとうないわ、うん死んだ後ぐらい孤独でおらせてくれ、うん、いやまあ真面目なところで言うと、うん、そのね、今年1年はね、うん、なんかもうちょっとアクティブになろうかな。うん、どんな、どういう、ね、基本的にはね、うん、マジでもうちょっと SNS でもうちょっといろんなことを宣伝しようかなと。あ、宣伝ね。そう、うん、リミックスのオフィシャルツイッターもだいぶ止まっておりますけども、うん、とうとう動画上げた報告すらしなくなりましたけども、うん、めっちゃ忘れとる、うん、お互いに覚えとこう、うん、もう最悪ダブってもいいから、うん、2人とも覚えてる時にしようそうね、もうダブってもいい、うん、こう動画の宣伝なんていくらでも、うん、ので思い出した時にやろう2人とも。そうね、もう開くこと忘れてる。開け開け開け、せめて、うん、開けごま。ご会長君に関しては年末とうとう動画上げるのすら忘れるし普通にランブの番って思った。あれ今週君の番じゃなかったっけみたいな言われて、うん、いやこの前上げた僕みたいな普通に勘違いして、久しぶりになんか違う BGM とかも入れてちょっと凝った編集したのを上げたみたいなそう、後で確認してみそう、うん、だいぶ面白い仕上がりにしたから。ほう、俺もその前の前の前の動画かな、なんかちゃんとランブスタバに行くってやつをさ、うん、なんかちゃんと絵描いてあげたのに。あ、それ僕確認してない。いえ、確認してよ。ヒェーヒェー、ラッパー MC 匠だ。いや、そうだね、 MC 乳首MC 乳首で、じゃあリミックスとしては、そうだね、どんな年にします、リミックスとしては。今年はリミックスとしてはね、そろそろバズらないとまずいね。バズらないね、バズらないねバズらせよ、バズらないね、バズライトイヤーさせないとやばいでしょそろそろバズるね、どうバズるん、どうしたらバズるの。とりあえず顔出し動画撮った方がいいんじゃねって僕は思うけど。顔出し、顔なし動画じゃないよ。顔なし、あの仮面かぶって、ああ、線を出せっていう動画じゃないよ。顔出しでバズる。顔出さないと最近バズんないらしいよ。そうなの。僕らみたいにね、音声だけで引きこもってる奴らはね、あんまバズんない。指輪が吹っ飛んでったわ。真面目なこと言ってる時に、これバズんねえわ。これバズんねえわ。まあ、とりあえずもうちょっと、まあ、ラジオももちろん続けるけど、うん、ラジオ以外の分野にも手出したいね、そろそろね。なんかめっちゃショート動画とか、まあ、ショート動画もだし、まあ、手っ取り早いのが、多分君がさ、なんか流行りの曲とかベースで弾いてみたらさ、うん、MacBook あるし、うん、いい感じに上がるんじゃない。上がるんじゃねえ。いい感じに上がんなさそうやけどね。だいぶ競合いっぱいおるよ。とりあえず再生数1000ぐらい一旦目指そうよ雑に雑もう全くラジオとも関係ねえっていう、うん、そう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 やな。いや、そっから入れば、うん、ほら、ベース弾いてる人どんな人だろうってラジオも聞いてくれるでし
あの言い終わる顔面だけ切れてベース弾きよみたいな、そう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 、あのシャレこけた感じの動画撮って、しゃくれかけかけたしゃくれかけた動画、しゃくれた顎だけちょっと映ってる、情のうち情のうちみたいな、うん、感じで、うん、なんでとりあえずちょっとラジオ以外の動画も、うん、ちょっと暇な時に撮ってあげようよっていう、うん、そういうスタンスで、チャンスで、僕もちょっと今年 TikTok 頑張ろうと思ってるんで、うん、TikTok、 そう、君パソコンあるから、うん、MacBook だから、しかも、うん、ベースも弾いてみてあげようよ、ベーテミタ、ベーテミタ流行りの曲、うん、はちゃめちゃ流行ってる曲、はちゃめちゃ流行ってる曲、めっちゃ流行ってるので言うと、あ、いやいだ瞳のダリンダリン、あ、20年前ぐらいの張りだった、クソ昔だわ、あと ドライフラワー、あ、2、3年前の張りだった、自分がツッコミが早いセルフツッコミが早いもう君が思った通りのツッコミしてくれるか分かんなかったから不安になっちゃって早すぎるいくらなんでもドライフラワー、あ、準備前だったもう待つことを知らない、待てない、うん、僕ツッコミ待てないスピードが速いボルトだボケ界のウサインボルト、ボケ界のウサインボルトボケインボルトだボケインボルトあ、そんな感じでね、今年もちょっと頑張っていこうと思いますんで、リスポンしないで、リミックスをよろしくお願いします、おわす、チャンネル登録しろ、さもないとお前んちの前にうんこ放置しよう、最悪こうつうわけでここまでのお相手ランプと、違うやろお前はランプちゃう、間違った違う、ランプとランプとたくみとでした、締め縄触りたいんですけど、バイバーイ、バイ、とりあえず少なくともこのラジオはバズんないね、確定演出だ、確定演出だね、うん、おいバズらせろお前らいっぱい再生しろ、さもないとうんこ置くうんこだぞうんこ